っぱすごいなんかこうベーシックな感じしますね。あの長いことこれ乗れそうな車ですよね。はい、というわけでやってまいりました。今日はですねこちら、フォルクスワーゲンニューポロです。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですねあの車をお借りして、レビューしようと思います。あの視聴者さんがね今横にいてますけども、今日は撮っていこうと思います。いや綺麗な赤ですね。フォルクスワーゲンポロ TSI ハイラインですね。こちらのモデルは、2019年モデルになります。1リッターの3気筒エンジンですね。大きくなりましたよねポロ。なんかね最初に見た感じね、ゴルフかなと思うぐらいの、ボディサイズですよね。なんとね今回のモデルから、3ナンバーになっちゃいましたよね。フォルクスワーゲンのねエンブレムこれ大きくてかっこいいわ。結構ねあのセンサーがねところどころにあるのが結構気になりますね。ヘッドライトはこんな感じです。このグリルから、メッキ使いのデザインがヘッドライトの中までデザインされてますね。ここピカッとこれ光る感じですよねこれハザードじゃなかったら、この部分がデイライトで、光るんですね。一応あの LED です。ヘッドライトは LED になるんですね。すごい洗練されたデザインで、フォグライトも、このタイプは最初からついてるんですね。やっぱね、フォルクスワーゲンってなんか質実剛健なデザインですよね。きっちり作ってるなという感じがします。タイヤの方は195の 55R16 16インチ入っております。こういったねボルトのところまでフォルクスワーゲンっていうねロゴが入ってますね。なんかねこんな、空気の穴がありますね。プレスラインがねこのフロントあたりからシューッと伸びてる感じで綺麗ですね。後ろから見たらこんな感じです。いやシンプルですよねポロって。テールランプがね結構小さいんですね。あこんな感じでブレーキランプつくんですね。左側に、バックのランプがつきますね。おお、エンブレムが動いた。ほらモニター。いや面白いですよね。カメラさえ隠してしまうという。これガソリンタンクは右側にあるんですね。プレミアムガソリン。アンテナはねこんな感じです。なんかぐるぐる巻きやな。ちょっと開けさせてもらいます。これもねドアノブになっちゃうんですよ。フォルクスワーゲンポロね前のモデルはもうほとんどね後ろ詰めなかったんですけど、今回のモデルからねだいぶ普通に使えるような大きさになりました。ほらこう一段下がるんですよ。そうするとねすごいなんかあのトランクケースとかもね置けそうですよね。では内装の方を見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。おお、内装の方はねこんな感じです。ここにスタートボタンがあるんですね。ではポチッと。おお、フル液晶。すごいなんか一体化した感じがしますね。これ大きいナビついてる。でこれなんか魔法が使えるらしいですねこのポロ。これ手を近づけると、あ、今この下のところが出てくるんですね。メインメニュー、地図を広く出して、でメインメニューは基本は隠してるという。あ、すごい。これでなんか操作できるわけじゃないですね。ピャッと出てくるんですね。そう、他のフォルクスワーゲンの、モデルトゥーランは、大きいやつ、これで曲の早送りとかできるらしいんですけど、そうなんですね。誤動作が多すぎて、ああ危ない、逆になくなったみたいですね。あ、そうなんですね。はい、わあすごい、はい。この状態でビューを変えると、わあ、ちょっと未来チック。わあすごいすごいすごい。この時ナビはこっちは、あ、こっちはこっちであるんですね。こっち側はちょっとメディアとかにして音楽にしてしまって、ね、でこっち側をまあナビに。なるほど。これ視線誘導的に結構すごい、ほらいいかもしれん。いやこれハンドルちょっと思ってたより一回りなんか大きいような気がする。あれ、あ、なんかこの辺のやっぱ視界性を考えられてるんですかね。なんかちょっと大きいような気がする。
アダプティブコントロール、クルーズコントロール。すごい。乗る前の印象と乗ってからの室内の印象がちょっとだいぶ変わりましたね。すごい、なんか未来チックだなという印象がありますね。で特にあれなんですかね、あのスポーツモード的なやつは、あ、でもこれ、ありますね、横に、これを、あ、これでプラスマイナス。はい、あ、今そうなんですか、はい、あ、なってる、M1。パドルシフトもついてる。ああ、そうそう。これね、パドル、いいですよね。置くだけで充電の地位充電にも対応しているということですね。で、これ、あの、USB と iPhone つなぐと、スマートフォンの画面が、おぉ、タッチパネル、すごい。マップ。おぉ、これは、そっか、この、スマートフォンのマップが出てるわけなんですよね。こうして、ロコアイランドへ行きたいな。渋滞なしの場合、ロッコアイランドは現在地から車で15分です。案内あ、すごい、あ、来た来た来た、あ、すごい。これ、ね、昔のポロだったらね、これ乗れなかったですよね。これだいぶ今これ座席ね、あの私のドライビングポジションに今合わせてます。いや、それでもね、拳1個ぐらい入りますね。いや、これ十分乗れます。あ、後ろでつなぐとどうなんねやろ。後ろダメです、パワーだけですね。後ろはつながらないと、まあ、電源だけのコードとなる感じですね。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認、よし、すごいトルクが、これあれなんですよね、1リッターですよね。あれすごい、ターボなんですね。あ、それでか、ダウンサイジングターボ、うん、これ今ちょっとアクセル外した瞬間すごいね、もうキュッと結構なんていうんでしょうか、クリープ現象が強めですね。なんか今ちょっと乗った瞬間、もう第一印象これ走るなと。こいつはひょっとして走るやつかもしれんっていう雰囲気がありますね。ちょっと今渋滞気味なんですけど。あ、そっか、これあれができるんですよね、ACC 全車速、はい、ちょっとやってみよう。今40キロ制限なんで、はい、まあ、40キロにセットして、はい、そこまで。あ、これなんかホンダよりホンダの ACC よりこれこっちの方が直感的。今ブレーキ踏んでないですよ、大丈夫かな。そう、ちょっと不安なんです。ちょっと不安やけど、うん、前の車を掴んでる時はいいんですけど、はい、知らない間に音もなく外れることがあるんです、ね、あ、前にいるけども外れるってことですか。はい、はい、インパネにその追従してる時は、はい、車のちっこいアイコンが出てるんですけど、はいはい、そいつが消える時があるんですね。このグリーンのアイコンが消えちゃうんですか。はいはいはい、消えちゃうんです。それハッとして自分でブレーキ踏まないと。そうなんです。外れた時に別に警告音が鳴るわけじゃないんですね。そうなんです。日産のプロパイロットとかだと、そのププっていうその人間に運転を返したっていう、うん、その音が鳴るんです、ね。それは鳴らないですね。鳴らないです。知らない間に運転をこっちに返されてるんで。ああ、その時は怖いですよね。任せきりにすると。はい。これってあの、はい、今エコモードとかそういうのはなくて、はい、これで燃費、実燃費どれぐらいですか今。実燃費、はい、そうですね、街乗りで13後半から、あ、まあ、ちょっと高速交えると16近く、16、はい、行きますね。うん、シートもちょっと固めですよね。そうですね、はい、シートちょっと固めで、やっぱこうドイツ車というか、なんかそんな感じしますね。ですね。ボディもなんかしっかりしてるような、しっかりしてる割にはこのピラーがすごい細いですよね。A ミラー、どこにエアバッグ入ってるやろ。左折専用レーンがあります。音でかい、音でかい。これね、めっちゃ喋るんですよ、高速乗ってから。はい、今日は渋滞がなく順調に流れていますので、この先安全運転でベラベラ喋り出して音楽聴かせてくれよっていう設定をもうちょっと覚えて、あの、消し去ります。スムーズな加速、あ、ターボ効いてる感ある。あー、なるほど、これぐらいのスピードで走った方がいいですね。ですね、この車は。え、
これほんま1リッターなんですか。へーすごい。ちょっとベタ踏みしてます。あはいはいはい。あまあそのなんて言うんでしょう、 G が来るほどの加速はないんですけど、もう十分なね、この1リッターで、ね、実専用レーンです。でかい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 声でかい。今ちょっと路面の悪いところを走っています。右折専用レーンが連続します。はいそうそうそう。あそれでもなんて言うんでしょう、そんなガッチガチじゃないですよね。そうですね、段差をいなす感じが結構不快じゃないというか、はい、うまいこと処理されてます。してますね、はい、でもだいぶ色気が出ましたね。うん、その私昔ゴルフ5乗ってたんですか。 GTI 乗ってましたけど、はい、まあその時でもだいぶ日本車やって言われてましたけど、もうこのニューポロとかだったらもうね、本当に中もこうキラキラというか、はいはい、一応女の子向けの車っていう、まあね乗りやすそうですもんね、うん、なのにこう男っぽいデザイン、ね、若干こうなんて言うでしょう、コクピット感がありますよね。コクピット感があってモニターいっぱいあるし、そうそう昔はもうちょっとこう、はい、こんなねメタリック使いなかったですよね、はい、もっとこういうこんななんかこう、はい、エンボス加工だけみたいな。実は日本車の影響を受けてるんじゃないかな、かなり日本車も受けて向こうも受けてみたいな、まあ、ポロはね特に日本合いそうですよ ね、 そうですね、ボディサイズ的に、うん、あでもこれ300万かそうそう、だ 売れてないんですよ。あ全然200万台やったらな。そう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 なんですよ。私が買った価格だったら、はい、まあありかなって。そうですね、250、それ全部込み込みでしたっけ。もう保険から何か全部込みでだったらいいと思います、うん、あのフィットの上位モデルでも、はい、今、うんね、もうちょっと高くなってます。あの、うん、オプションやら何やらつけたらもう290とかいっちゃいます、はい、いきますいきます。あのフィットのリュクスっていうモデルがあるんですよ、はい、リュクス、うん、あれはねちょっとね、はい、高いんですよ。はい、いかがでしたかね、フォルクスワーゲンポロ。いやなかなかね、あの乗り味も、良くて良かったと思います。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フォルクスワーゲンポロでした。じゃあね、バーイシュー。